皆さんこんばんは。鳥取県倉敷市在住の八木かなみと言います。こう見えて社会人1年目で幼稚園の先生をしています。こんな身長なので子供に舐められているんですが笑うところです。はい、舐められてるんですが来年も頑張っていこうと思います。そして男子の腕も、そして勝手に思ってるんですけど歌も頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。